はい、どうも、です。今日なんですけども、スーパー着地をどんくらい使えるかってのをやっていきたいと思います。これね、前回やったことあるんですけども、前回の記録、56回でした。この56回って記録を出したときは、ボールドーマーカーを使ってたんですけども、ちょっと前にアップデートが来たんですけど、そこでボールドーマーカーの塗りが、広くなったんですよね。だから、記録更新できるんじゃないかなと思ったので、この56回っていう記録を、まあ、前回自分でね、打ち出した56回って記録を、今日は超えていきたいと思います。行きましょう。はい、ということで、スーパー着地チャレンジやっていきたいと思います。よし、スタート。いや、もう、どんだけ早くいけるかなんだよな。塗りはね、アップデートで、増えたわけだから、あとは自分の使い方、もうキャラクターの使い方によって、速さが変わる。よし、もう2回行ったからね。開始16秒で2回行った。もう8秒で一発撃ってるみたいなもんだ。あ、ここちょっと、なんか、このコンベちょっと塗りづらい。うわ、戻される。あー、むずい。で、一応ね、味方に一人いるんですけども、ずっと自殺してもらってます。で、自殺してもらうと何がいいかっていうと、人数不利になって、僕今ギアで、なんだっけあれ。カムバックっていうギアつけてるんだけど、それの効果が、まあ、味方の数が、人数が不利だと、スペシャルが溜まりやすいっていう、ちょっとインチキギアつけてるので、自殺してもらってます。もう何回使ったかも覚えてねえわ。何回やった今。もう10回ぐらい行ったか？おりゃ。溜まるの早くない？溜まるの早すぎるだろう。やばいだろ、溜まるの。うわ、ここちょっと濡れてない。ちょっと、青だけど。まあでもなんとかなるか。オッケー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 。そしてみんな協力者だから、ここはもう、本当に、頑張る。みんな協力者。1、2、3、4、5、6、6秒だ。あー、6秒だ。だいたい6秒で溜まる。一発6秒。時間が残り1分になるんですけども、この勝ちあさりっていうルールは、引き分けの時の延長時間がスーパー長いです。3分近くかな？多分3分近くあるんですけど、めちゃくちゃ長いんで、それも利用していくっていう。56回いけそうじゃない？いや、どうだろうなぁ。いけるかな？ 56 回。自分の感覚的にはね、もう60いってる気がするんだよ、この時点で。俺、この時点で60はいってる気がするんだよね。どうなんでしょうね。終わってみなきゃわかんないんだけど。70回とかいったらどうしよう。すげえよ、それはそれで。すごいことだよ。まあ、1回の試合で99回はさすがに無理かもしれないけど、物理的にね。物理的に無理かもしれないけど、70ぐらいだったら行くんじゃないかな。てかもう行ってる気がするからな。70目指していきましょう。いや、まだ終わんないでくれ。まだ終わんないでくれ、頼む。まだ終わんないでくれよ。よいしょー。よいしょ。いや、もうそろ終わりそう。全然終わんないんだけど。全然終わんない。全然終わんないけど、なんかもうそろ終わりそうな感覚がある。よいしょ。この間は頑張っても56だったんだけど、今なら70いける気がする。ってか、行った気がする、本当に。マジ行った気がする。おりゃ！めちゃくちゃ撃ってるんだけど、やばいよ。本当にめちゃくちゃ撃ってる。もうやばい。本当にやばい。めっちゃ撃ってるよ。え、マジで70いったって、これ。これ70いってる。これ70いった？70いったべ！絶対いったよ。あーいー！気になる結果は、どうなんだろう。どうだろう。うわー、緊張する。まあ、正直、こんだけスーパー着地してきたのは、自分が一番わかるんですよ。はい。70回、余裕でいってると思います。
59! 70いってなかったし、60もいかなかったけど、でも56回って記録は超えた。